さて今夜は1週間お疲れパテモソでございます。というわけで、まあ、お惣菜スペシャルですね、はい、買ってきたお好み焼き豚玉、まあ、よく買ってるやつですね。でカキフライ売ってたんでカキフライまだ買ってきました。タルタルたっぷりつけたろうも出ます。そしてこちらはししゃもフライ、柔らかししゃもフライでございます。というわけでこんな感じで今夜は飲んでいきたいと思います。腹ペコリーナちょっとだけ。おっしゃ飲まった飲む飲む。あー週間終わった。わーお俺8時やと思ったらもう8時半やんけ。なんてこった、本当に時間経つの早いわ。パッモニターが向こう向いとっとわ。腹減ってんねんな、なかなかな。結構食った思ってんけど今日、まあでも腹は減る。というわけでパテモス協会でございます。本日でプリズンブレイクシーズン4は終わるかなと思うんですけども、そんな気持ちも抑えつつ今から晩酌動画を撮りたいと思います。はい、どうもこんばんは。というわけで、まあ、カキフライとシシャモフライとお好み焼きをつつきながらビールをとりあえずいただこうかなってね思ってます。本麒麟です今日から。よし、あまあまあいいんじゃない、うん、これ好みの泡っぷり。おパーフェクト。というわけで乾杯。うまい、うまいです。タルタルかけといたろ、先にかけとこうか。もうこれな、ドリア、ここもかけっかかけすぎかな、大丈夫かな。よし食べよっと。本当はね、アサリが売ってたんですよ、半額で。生のアサリがね、生き、カツアサリが、生きアサリ。うん、あかっ。うん、うまっ。で、ここで、ニンニクの酒蒸ししてね。で、つまみながら。最後、このパスタ入れてボンゴレにしようかなと思ったんだけど、今日の流れとしてはね。めんどくさくなってやめちゃっただってまず砂抜きから始めるのはもう1時間ぐらいかかるでしょ。それに時間をね割きたくなかった。まあまたちょっと余裕がある時に俺にねやりたいと思います。あっ、うん、焦げたけど大丈夫ですか。スーパーとかいろいろなくなってるっていう話聞くんですけど、全然平気ですよこっち、うん、うちの近所のスーパーそんなになんか買えないもんないけどな。パンとかも普通に売ってるしさ、カップ麺もあったし、うん、なんなんやろ、土地柄かな、そういうところ買わない人と買う人と。うん、まあコロナの影響は、まだまだ続きそうですね、この調子だとね。食べよっと。うん、あ、うん、うまい。ほんとこのホットプレート最高だわ。欲しい人はどこのホットプレートって思う人は、うちの動画詳細の、この下の動画の詳細の書いてますんで、こっち見てくださいね。ここに書いてます。うん、まあこの動画の公開日の昼飯の動画になってると思うんですけど、うちの親が新鮮な卵赤取りに来い言ってね、取りに来いと言われ、昨日言われてて取りに行かず、今日も取りに行かなかったよ。
さっきね、妹に卵食べへんのって言われて、卵ね、もうそんな慌てて食べなあかんのって言って、産みたてやでって言われてさ、産みたてのやつやったよね、まあ新鮮やし産みたてかもしれんけど、卵かけご飯とかにしてたのに、炊きたてご飯食べって言うから、ご飯炊いてへんわ、あいつ。じゃあ明日もらいに行くって言ったから、もう明日ね、もう鮮度は落ちてるやろうけどな。明日だからお昼ご飯米炊いて、卵かけご飯にしようかなと思ってますね。あれだけど、まあ、この動画の時点で、あれやけど、どうなってかわからんけど、割にね、昨日の札幌一番塩ラーメンね、動画的に言う昨日ね、俺が人がやけど、好評やったんで、あれで卵かけご飯をね、やろうかなと思ってます。うん、あのパターンで。金笛の卵かけご飯のタレと鰹節、あ、本当は天かすを入れたいのだ、私は天かす買って壊した。あと本当は卵豆腐入れたいんですよ、私的には。卵かけご飯や卵豆腐だから、ちょっとジャンル的に違うかな。ちょっとその卵かけご飯が、あれいいわ、やろう。この一般受け狙うようなご飯に俺がしたいように食べよう、うん、卵豆腐買っていこう。卵豆腐、卵、かつお節、天かすでいこう。うん、じゃあな、本シンプルさがいいな。あとネギ、どうなってか分かりませんけどね、うん、明日の話ね、俺としては明日の話、動画的には今日この動画の公開日の昼の話だけど、どっちの卵せっかく言ってくれて食おうと思ってさ、どうでした、ああいうのたまにやった方がいい。俺はちょっとあの動画、字幕入れるのめんどくさいんやけど、撮影する分には苦じゃないんですよ。このスマホが普通のカメラ、ミラーレスのカメラに変わるだけだし、そのミラーレスも別にそんなでかないから、カメラの違いだけなんですよで、そのミラーレスのカメラも三脚にくっつけてまんま使ってっから、それごと持っていけないからさ右三脚につけっぱいからさ、俺とか当分ちょっとあれでやってみっか、あれで撮影してみよう、うん、音もそれほど悪くなかったし、逆に環境音とかさーってホワイトノイズ入ってるぐらいの方が生活感ってええかなと、うん、だから飯中にね喋れないっていうのはずっとは無理やから、俺の中では。あのアングルで、うん、喋るっていうのもいいかもしれないね。喋りも入れると。そんなこんなで思ってます。というわけで今日はね、このまま晩酌続き、ちょっと短いですけども、
この後締めもねちょっとやろうと思ってますので、やろうっていうか食べたいんで、私は休みの日なんで、これはちまちま食べながら、まあ何時ぐらい何か分かりませんけど、もう一本この後動画上がると思います。というわけでパテモソ協会でございました。皆様もう今週4月ですよ。はい、嘘つく準備できてますか、4月1日に。はい、というわけで私はそんなこんなで日々変わらない生活を送っております。というわけでパテモス協会でございました。ではまた後ほど。